はい、ということで営業してないんですけど、ワムさんもちょっとお借りしてですね、撮影させてもらってるんですけど、通常見れないガラスケースの中のものでちょっと一緒に軽く見させていただけたらなと思って、ちょっと説明を受けながら、はい、まあ、なかなか見れるもんじゃないんで、ちょっと見させていただこうかなと思っております。これこれ、いやーすげえ、このクライムウズダンス5のクワイとかもだって、そうですね、 FF っすもんね、これも FF っすね。白は結構見ますけどね、はい、黒は見ないですよね。黒は完全に関係者だけに配ったんで、一回6、7年前のスミフェスで展示されてるので、はいはいはい、うわ黒あるんだと思って、これ、はい、感動した気がしますよ。そうですね、はい、なんか富山の方が持ってるとか持ってないとか、なんかすごい方いらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、だからそれで聞いたんですよね。そうそう、そのぐらいの、そうで、売り物じゃないんですよね、この辺で。この一番上と2段目は、はい、はい、全部もうじゃない展示品ってことで、はい、まあそうっすよね、そう、欲しいわ、博物館感覚で。いやそうっすよね、見ていただける。だって、はい、このアンディとエミネムもなかなか見れないっすよ ね、 うすね、もうないっすもんね。だから最近エミネムよりアンディの方がないんじゃないかっていう。あ、そうっすね、そうっす、人気的にも。そうですよね、そうかもしれないっすね。現存存在してるのはアンディの方がなさそうで、はい、回りにくいっすね。やっぱそうっすよね。うわすごいな。え、これって開けることとかできるんですか？開けますよ。あ、本当ですか？うわ、はい、嬉しい。嬉しい。すごい。そうですね。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。触りません。すごい。だってウーパンスリー、うわ。これすげえ。やっぱなんかこの一枚ガラスがあるとないとで全然違う。そうですね。ちょっとなんかゴムつけてるのつけてるみたいな感じが。まあ、パッキングはしちゃってますけど。あ、まあでも全然、まあゴムですね。そうです。すごい。いやすごいな。でもまあ僕もこっちもすごいんですけど、こっちも好きなんですけど。こっちの方が。はい。意外と好きです。うわー。すごいっすね。やっぱこれぶっちゃけその OG とかそこ飾ってるじゃないですか。はい。どっからあれですか、入手したんですか、あの数。まあもう全部一応買い取り。あ、個人から。はい、あ、個人のお客さんが信用できる方って感じですね。あ、そうなんですね、はい、もちろん一人じゃないですよ、いろんな方から。あ、もちろん。そうっすよね。私も、7年ぐらいかけて集めてきて、なるほど、ようやく溜まって展示しようって感じなんで、はい、だって、もともと公園じゃねえや、中目黒だったって、はい、そうですね、僕結構行ってたんですよ、はい、あ、本当ですか。中目黒の時、はい、ちょっと駅から遠い。そうですよね、ちょっと歩いていただく。そうです、行ってたんですけど、あの頃はまだ多分入り口の窓のところに4、5足ぐらいこうトントントンと飾ってましたね。はい、バイクで行ってました。あ、そうですか。はい、それがその一部があっちにあって。あ、なるほど、ここ、はい、あそこですね、はい、なるほど。で、今ようやく集めに集めてこのぐらい埋まったって感じなんですね、はい、いや、ここすごいですよね。うわぁ、すごい。いやすごいな。これも、まあ、展示っすよね。これも完全展示です。これって、あれですか、太陽とかで色あせてこないんですか。もう関係ないって感じなんですか。まあ、一応、毎回確認はしてるんですけど、はい、まあ、もともとその、状態のあんま良くないっていうか、結構こう、確かに書き込まれてるやつばっかなんで。確かにそうっすね。でももうすでにこう、まあまあ、配色とか、ミッドソール黄ばんでるやつとかを。確かに、あ、でもこれとかは結構クオリティ高いんじゃないかなって感じますけど、まあ、まあ、この辺、シカゴ。本当に確認はして、あ、そうなんですか。一回大丈夫なんで。え、だってこれとかも結構綺麗じゃないですか。はい、すげえ。わあ、これは欲しいな。いや、一番売ってくれって言われるゾーンかもしれないです。あ、やっぱりそうなんですか。この海外のお客さんとか特に。あ、このクオリティでも欲しい。85売ってくれって、よく言われます。そうなんですね。でも欲しいもんな、絶対。こんなある店ないですよね。いや、本当に。ここに関しては見たかもしれない。いや、見たことないですよ、こんな。すごい。だってダンクも、まあ、パリダンクあるし、フューチャーダンクあるし、はい、もう何でもあるし、すごいな、なるほど。いや、一応あれなんですか、ここに入る人たちは決めてるんですか、どの程度の。まあ一応その数が少なかったりとか、ああ希少価値、まあ、スニーカーの歴史的にこう、ああ重要なこの辺とか、ああそうですね、ちょっとオリジナルとか、はいはいはい、この辺の東京とか、まあね、こっちも。
これオリジナルですけど。あ、ブレッド11、はい、オリジナルですか。あ、もうじゃあベタベタしちゃいますね。96年のこの辺はちょっと触れないですけど。確かにこのレザーとかは、はい、シュガーレイあるじゃないですか。すごい。そして隣がビンズだ。うわー、すごい。そうですね。今は売られてないですよ、さすがに。この辺は売ってます、ね。売ってます、ね。はい。あ、本当だ。ついてる。22万にはなる。ビンズ当初売れ残ってたのに。いや、そうっすよね。ただ高いだけの。ナイキ原宿で並べば買えたみたいな感じ。普通に買えた。え、これも売り物ですか。これも、はい。本当だ。20万円ですね。すげえあれ。すげえ。かっこいいっすね。かっこいいっす。セルティックス。はい。すげえ、まあ、20万ちょっと今レイアレンが高くないんだけど自分のお財布上からしたら高いす, すごい、あーすごいですね、やっぱあトロファイブもあるし、あ、ビ、あ、ビンズファイブあるんですね、ビンファイブあります、セブンだけな、セブンとナイン、あ、まあ、ツー、ツーもあ、あ、ツーもありますね、確かに、わーすげえ、コンプリートじゃないですか、そろそろもうちょっとですね、7とすごいナインがあれば確かに、はい、高すぎて誰も買わなかったいや本当にそうです、今じゃすごい値段、はい、すごい、じゃあちょっと三戸さん、じゃあこっち、僕 NBA 好きなんで、はい、こっちも見させてもらっていいですか、はい、バッシュゾーン、だってサイン入りあるじゃないですか、あ、そうですね、カイリー、カイリーとレブロン、うわ、カイリーです、ありがとうございます、うわ、やっあ、まあ、もうやっぱどっちも持ってるんですね、さすがですね、多分オリジナルのギャラクシーがちょっと、あ、ちょっと売り切れになっちゃって、あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあ2代目、あ、確かに違う、ここのカラー違いますもんね、確かギャラクシーのルーキーとオポジットの2個目のギャラクシー、すごい、はい、これアービング、これカイリーのサインです、え、ここに来られたあ、そうです、はい、あ、東京来た時の時、そうです、あの東京来た時、あの舞妓さんとかと遊んで、あのインスタの時ですか、東京以外にもあれですよね、中学校の体育館でやってて、ゲリラで全然お母さんたちが騒がないっていう、はい、ただうまいバスケの前黒人って思ってるだけのやつですね、でかい黒人かと思ったら帰りNBA 選手だったって誰も気づいてないっていう、そうなんです、うち、まあ、ちょっと前のインスタ見ていただければ、あ、そうなんですね、投稿もさせていただいたんで、これはこれはあのこのエアフォースワン、はい、エモーショナリアンアベラボーって、はい、エディソンちゃんと、あ、エディソンちゃん、あとあの KB っていうもう一人のこれのやってるデザイナーなんですけど、すげえ、彼よくうちエディソンちゃん来るんですか、あ、エディソンちゃんも一回再生されたことあって、エディソンちゃんだってこの前なんかクロットの時なんか築地かなんかで写真撮って あそこで販売されんじゃねえかみたいなお察しありましたね彼にいただいた、すごい、はい、いやレブロン、うわすごいっすね、やっぱここバッシュ好きの方は、はい、うわ、さあやっぱり年々いいバッシュ減っちゃってるんで、あ、え、これ一応売り物ですか、この辺は、そうですね、このレブロンの MVP とかは、うわすげえ、24万円、ね、まあまあ、まあ、でもそうですよね、はい、レブロン7の方の MVP もあったんですけど、あ、それはもう、はい、完売してしまいました、すごい、セント・ヴィンセントとかも、あ、ここ、はい、ここからそれレブンだけですよ、高校生からナイキが、いや本当そうですね、スポンサードしたいって言ってんの、はい、うわすげえ、かっこいいですね、かっこいいです、伝説、すごい、まあこの辺まで、まあ有名どころですね、もうすわすげえ、うわエアホースもすごいな、うわもうみんな知らないだろうなこれ、なんか最近エアホース皆さんあんま興味ないですよね、あのワンワールドシリーズとか、まあ、ワンワールド系をご存知の方はもうちょっといないっすよね、最近のおじさんじゃないと、そう若い子、そうっすよね、ワンワールド系は、ただでも海外のお客さんとかは未だにワンワールドすごい探してるんで、そうなんです、結構コンプリートされました、ここは、いや、うちも言っても半分もないですね、あ、本当ですか、やっぱりクロットとか、あ、マイケル・ラウもないですね、なるほど、松坂さんは、松坂もあったんですけど、あったんですか、あれもすぐ売れちゃって、あ、やっぱそうなんですね、今あれも10万超えとかで、そうっすよね、取引されちゃいますね、すごい、もう全部ある、説明を聞きながら聞くと面白いですね。嬉しいな。僕ダンクとかもあんま詳しくないんで。あ、でもすごい、でもあ、有名なんか分かりますね。この辺分かんない。さすがに。すげえ。ダンクはダンクあのうちの強みでもある。あ、そうなんですね。スニーカーコン大阪の、はいはいはい、出展されてましたよね。あ、そうですね。僕も出てたんですよ。はい、でなんかあのちっちゃい高校生ぐらいの男の子が、はいはい、あのパリダンク、はい、200万で。あ、そうです。
購入したっていうのは海外のお客さんなんですけど。あ、ワームのダンクですか。あ、そうです。ワームでパラ、あ、そうなんだ。え、じゃあもう一足あったってことですか。わかんない、でも僕ちょっと行ってないんでわかんないんですけど、多分うちでも、うち以外でもパリダンク持ってきた店あったのかな。まあ、逆にそんなたくさんあってもって感じでおかしい話ですもんね、はいはい、そもそも確か多分うちだと思うんですけど、僕行かなかったんですげえ現場の状況が分かんなかったんですよ。いやー、やっぱこのこっちのフューチャーよりもこっちだよすごいサイン入りです。えっ、フューチャー、はい、よくヒールのところ。あ、そうなんすか。金色のペンで、はい、あ、これ、あ、これ我々がもらったんじゃないですよ。すげえ、サインが入った状態でお買い取りさせていただいた。なんか僕フューチュラ世代なんで、はい、G ショックとか、はい、あと、はい、ノースペースとかとコラボすると欲しいんですけど、はい、もうフューチュラ知らないっすよねみたいな。まだ最近またあ、本当ですか、いろいろオフホワイトとかともコラボしたりしてたんで。確かにダンクありましたね、もしかしたら、若いお客さんたちすごい。僕ワットザダンクのフェイクを持ってるんですよ、はい、あ一時期10年ぐらい前とかだとあれですよね、ヤフオクとかで5000円ぐらいで転がってました、はい、でインソール剥がすとすぐ分かるっていう、あのズームがもうベコベコのやつ、はい、雑すぎて、はい、あ、これフェイクだと思って、はい、いい時代ですね、はい、ある意味分かりやすく。そうなんですよ。あ、すごい、ありがとうございました。いい、よいしょ、はい、はい、うわっ、うわ光ってる、あんま光るんですよね、すげえ。僕初めて見ましたよ。本当ですか。ちゃんと電池をつけてこうやって光ってるの。光った瞬間は、はい、瞬間を初めて見ました。うわ、すげえ。これはすごい。うわ。そうなんですよ。消えた。うわ。うわ、ありがとうございます。なんか狙ってる店的にあるものとかあります？はいはい、まあそうですね。皆さん探されてるとは思うんですけど。はい、ジョーダン1のオリジナルとかは永遠に、そうっすね、うちはもう始まった時からずっと探してはいるんで、まあ都市伝説で23種類あるとか言われてますもんね。そうですね、なんかもう見たことないメタリックカラーとか、ああ、ありますよね、レイカーズカラーとか、あとは大学カラーみたいな、はい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 、まあそこにあったらすごいですね、確かに本当にその辺をいつかコンプリートできればと思うんですけど、ああ確かに、まあ、結構お金もかかりそうですよね。いや本当にそれなんですよね。ですよね、初期投資が。そうなんですよ、金を出せれば、ま、金を出して買えればいいんですけど。確かにそうですね、それすらももうのレベルなんで。まあそうですね、はい、確かに、まあ、そうっすね、オークション系のスニーカーだともう高額すぎますもんね。そうなんですよ、そもそも100万とかだとあのエミネムカーハート4みたいな、はい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 、だともう絶対無理じゃないですか。そうなんですよ、まあやっぱそうなんだ。だからそういう古いジョーダンとかをいっぱい集めていければ理想ではあります。まあ、確かに、はい、祝日来たら外国人の方の方が多いっすよね。あ、そうですね、お客さん、はい、やっぱ特にその辺のご覧になられるのは、あ、やっぱりそうなんですね、外国のお客さん多いですね。いや、びっくりしました、日本人より外国人の方が多いなと思ってあ、すげえなと思って。世界的にやっぱここ、うん、ありがたい、まあ、東京来たらこのスニーカーみたいな店って感じなんですかね、はい、ありがたいですね。いや、ありがとうございますいいいい、はい、ということでですね、ワームさんで今日も、今日は動画を撮らせていただきました。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。 See you next game!